さあ、行こう。みんなのおかげだよ。アク、開始だ。さあ、行こう。
開始だ。なんとかなったね。やあ、私だ。お互いアンダーゼロの騒ぎには巻き込まれずに済んだようだな。さすがは、私がビジネスパートナーに選んだだけのことはある。小坂明を倒したと聞いたよ。おめでとう。これで君の復讐は果たされたわけだ。これまでの情報提供の謝礼代わりに、時間をもらおうか。まだ私を疑っているのであれば、来なくても構わない。だが、自分のアカウントがどうなったのか、保坂のところでは見つからなかったのだろう。待っている。本当、バカなんだから。よく来てくれた。紹介しよう。彼らは元デモンズのメンバーだ。ジミー・ケンが敗走したザクソンによるデモンズの残党狩りにもアンダーゼロの騒動にも巻き込まれずに生き残った。一種のハッカーとして、ここからはデモンズの最終版の愚かな指導者、エデンの守護者を拾うザクソンの蛮行により、デモンズは解体された。だが膝を折るのはまだ早い。エデンが真に導くのはこの私だ。この刑が諸君を正しき楽園に導いてみせよう。ついに私たちの時代がやってきた。今まで虐げられていた私たちがエデンに新しい秩序を作る。ようだ、だからの真の伝説の発揮に行けるような曲がり物の伝説で、この前の話の続きをしようか。君らは私は答えを出たのに、なぜ君はアカウントを狙う。私はそれを確かめるためにずっと君に協力してきたのだ。
君は私だからだ。君は一体何者だ？なぜ私の名を名乗る？なぜそう断言できる？記憶などデータ化されている時点で改ざんができる。ログイン時に君の精神データに手が加えられていないと誰が証明できる？わからなくなってきたようだな。それが何よりの答えだよ。これは特製の電磁の檻だ。精神データが監禁されログアウトできなくなる。君が何者なのか白状するまでそこにいてもらおう。私以外の私にこれ以上余計なことをされても困る。バルアガキはしないことだ。そこでは一切の通信も遮断される。何？もし一生出られなくても現実世界ではエデン症候群として処理されるさ。君に本当に肉体があるのならね。K、誰のことだ？俺が、俺こそが。大丈夫？何してるって？君に何かあったら助けるよ。だからずっと背中にくっついてたってわけ。偉いでしょ。えへん。デジモンが見る幻覚って、私とあんただけの通信リンクの存在。ああ、そっか。私とエリカはエリカの記憶サーバーを経由して回線がつながってるもんね。そういうこと。今日ご自慢のその折に私の記憶サーバーのプロテクトにまでは干渉できなかったみたいだ。また一人で動いた。私がワームマンを送ったからよかったのに、そうじゃなかったらどうするつもりだ。正直反省の色が見えないんだけど。素直でよろしい。ちょっと待って、今その檻を解析する。でも少し時間がかかるかも。 K はエデンのマップを書き換えて檻を生成してるの。一人のハッカーがこんなことまでやって抜けるなんて。デジモンを遠隔操作した件とはね。こいつ間違いなくレジェンド級のハッカーだよ。どうして今まで名前が聞こえてこなかったんだろう。何？ひょっとして K が言ったこと、前にも言ったでしょ。あれは君を混乱させようとしているだけだよ。納得できないなら証拠を見せてあげる。ワームも。これがエデンにあるエリカの記憶。私を中継してサーバから引き出してるの。私たちだからできる特殊なゲートってわけ。どう？自分の記憶に自信がなくても、他人の記憶の中に自分と同じものがあれば、自分の記憶が当てにならない気持ちは
少しわかる。岸辺が言ったように、私は現実とエデン、どっちにいるんだろうって。でも、君は違うでしょ。君の心や体は一つだよ。エデンにいたって感じるはず。今でも君はフーディアにいる。あの椅子に座ってる。どう？少しは安心できた？終わったよ。さすがエリカ。話しながらハッキングも済ませてたなんて。当たり前でしょ。普通の人とは処理速度が違うもん。私の頭はエデンそのものだよ。あ、てめえ、どうやってこの檻を破壊しやがった。逃がしたら俺が K にアカウントをぶっ壊されちまうだろうが。まずい、見つかっちゃったよ。 K に連絡されると厄介だよ。おとなしくしてな。1ヶ月前に突然現れて、いつの間にか地味犬の副官みたいな地位に。本当に何にも知らねえって。頼む、逃してくれよ。 K は失敗したやつにはマジで容赦ねえんだ。早く逃げないとアカウントを破壊されちまう。本当に何も知らないみたいだね。任せて。そいやー、ブヤ。エリカの記憶から学習したの。危険だね。そうじゃなくて、Kのこと気づかなかった？エリカが言いたいのはね、君のアバターを持っていたケイこそ
君のアバターを買った本当の犯人かもしれないってことだよ。これまでケイがいろんなハッカーのもとに君を誘導していたのは、疑いの目を自分からそらすためだったと考えれば辻褄は合う。それに穂坂を倒した時、奴の様子がおかしかったって君が言ってたでしょ。もしかしたら穂坂も K がアバターを遠隔操作していたのかも。デジモンを遠隔操作してくるような相手だもん。可能性はあるよね。奴は犯人を倒したと君に油断させておいて、君自身の精神データを確保しようとしてきた。何のためかわからないけど、Kは君に成り代わろうとしているのかもしれない。君を消そうとしたのがその証拠だよ。本物がいなくなれば、このエデンではKが君になる。気をつけて。奴はだんだん手段を選ばなくなってきた。何？そういうの真顔で言うとか、ほんと信じられない。恥ずかしくないわけ？エリカ、すっごく喜んでるよ。うるさいの？あんたはまたそうやって余計なことを。もう用は済んだんだから早く戻ってきなさい。はーい。まったく、もう君もケイに見つかる前に戻ってきなよ。あ、そうだ、掲示板に真田新たからの書き込みがあったよ。メッセージを転送するね。お兄ちゃんとはまだ連絡が取れないし、この人ならお兄ちゃんが行きそうな場所に心当たりがあるかもしれないし、終わったら帰ってきてね。相談したいことあるから。
お宅はフーディエの掲示板見て来てくれたのか。リュウジは？リュウジと連絡がつかない？なんかあったのか？千歳がリュウジをかばってエデン症候群に？マジかよ。クソ！あの女、どれだけ俺のダチを巻き込んだら気が済むんだ。それを聞いたら、なおさらこの計画成功させなきゃならねえみてえだな。俺たちは今、岸辺が企てたあるパラダイスロスト計画って言ってな。信じられないだろうが、その計画であの女は世界の破滅を目論んでるんだとさ。おったまげちまったか。確かにとんでもねえ話だよな。デジタルワールドって聞いたことあるか？デジモンたちはそこから来たらしいんだけど。知ってるのか？そのデジタルワールドと俺たちの人間世界は次元の壁と呼ばれるもんに、岸辺はその壁に穴を開けて、そうすっとロイヤルナイツっつーとんでもなく強いデジモンが俺たちの世界にやってきて、俺たちにもまだ正確なところはわからねえ。でも俺の仲間が言うには、とんでもねえデジモンの手先か。俺たちはひょんなことから岸辺の計画を知っちまって、止めるために動いてるってわけ。仲間の一人に優秀な指揮官がいてさ、その人がこの計画を阻止するプランを立ててくれた。これから俺たちは主要な電力施設にハッキングをかけて、そうすりゃ奴らの計画は阻止できるはずだ。おーい、ついてきてっか。ま、そうだよな。世界の破滅だの、次元の壁だの、こんな漫画みてえな話、すぐには信じられねえよな。理由なんてどうでもいいんですよ、新田さん。こんなビッグな作戦に参加できるの久しぶりで嬉しいっす。その通りだ。昔を思い出して腕が鳴るぜ。なあ、アルタ。よしてくれよ。そろそろ時間だ。みんな、各セクションに散って合図を待ってくれ。おう！ま、そういうこった。リュウジのことは俺も気になる。だが、今はこっちも重要なんだ。オタクの腕は知ってる。よければ手伝ってくれねえか？六本木発電所サーバーに回す人手が足りねえんだ。仲間が待ってるから一度店に戻る。構わないぜ。時間には戻ってきてくれよ。岸辺理恵がそんな計画を。計画の真偽はともかく、岸辺の計画を阻止するっていうのはワームモンには悪いけどね。私？どうしてって、あんた故郷のデジタルワールドに帰る方法を探してたんでしょ。岸辺の計画が成功して、その次元の壁とやらが崩壊したら、あんただって向こう…ん？わ…わ？忘れてた。エリカたちといるのがあんまり楽しくて、正直帰ることなんてどうでもよくなっちゃってたんだもん。そののんきさ、いっそすがすがしいわ。君、真田新たの計画で六本木の発電所に行くんだよね。エデン症候群に関わる謎を知っていそうな人物にコンタクトを取りたいの。覚えてるでしょ、スウェド明美。あの新宿の怪現象であった。所在を調べたら、ちょうどその発電所にいるみたいなの。なぜそんなところにいるのかわからないけど、私
千歳のエデン症候群を治す。無茶なのは分かって、ネットに転がってるあらゆる情報を集めたけど、エデン症候群から目を覚ました患者の例は報告されていない。でも私どうしてもフーディーを取り戻したい。私のせいでお兄ちゃんがなくしたものを返してあげたいの。このままじゃ私はお兄ちゃんが帰ってきてもちゃんと話もできない。エリコ、だからお願い。調子に乗るな。もういい。君は言われた通り私についてくること。それじゃあやることは決まったね。まず第一目標は岸辺りへの計画の阻止。それと並行して千歳を助ける方法を探す。ああ、来たな。そっちは誰だ？オタクも参加してくれんのか？リュウジの妹のエリカだよ。私はエリカのパートナーのワームマン。よろしくね。なんでデジモンに自己紹介させてんだ？リュウジの妹ね。いるのは知ってたけど、会うのは初めてだな。真田新ただ。ま、適当によろしく。なっ！時間ないの。早く話進めて。お願い！素直に「はい」って言って。次は君か私の番だから。は、はい。それじゃあちゃっちゃと計画を説明するぜ。計画の大目的は岸辺の計画に必要不可欠な、そのために東京中を停電させる。主要都市の発電所をハッキングして電力供給を一時的に遮断するだけでいい。だがそっちは俺と俺の仲間が対応する。オタクらに落としてほしいのは六本木発電所サーバー。六本木には都の発電所以外にもある企業が運営している大型の独立した発電所システ。他を落としてもそこが生きていると新都庁に電力が供給されちゃうってわけだね。そういうこった。オタクらはこの発電所サーバーに侵入して電源システムをオフラインにしてきてほしい。発電所のセキュリティ結構厳重だと思うけど。ああ、だから全ての発電所のセキュリティにハッキングを仕掛けて、セキュリティの制御を奪ったら侵入開始だ。一人で全部のセキュリティを見てるの？これでもオタクの兄ちゃんと同じチームだったんだぜ。よっと。サーバの真相に電源のアクセスポイントがあるはずだ。俺の方で緊急用の補助電源を落としたら連絡。デジタルノイズが多すぎてスレッドの君の居場所が探知できない。急ごう。真田新たの連絡が来る前にスレッドの君を見つけないと。お、あいつら何うろうろしてるんだ。おいおい、そっちのセキュリティは制御してねえっつうのに。くそ、計画が荒いせいで穴ができちまってる。
龍二の妹と後輩に何かあったらマジでもう侵入ログを消すことはできないな。これで俺も立派な指名手配犯。
Thank you.